もう2時ですね。お昼ご飯ですね。これが、半額のチンゲンサイと、これね、豚の角煮があるんで、これ2つで合わせていただくものにしちゃいましょう。ちょっと楽しみですよね。いろいろと作ったんだけどね、どうもなんか、油っぽかったり、こってりしてたりしてて、どうも気に入らんというね。ということで、これから、お昼のね、一品だけ作っちゃいますね。まあ、これがね、あれだよね、ご飯が食えると楽なんだけど、ご飯っていうのは、本当に炭水化物っていうのは魅力的すぎてね、美味しすぎるから、ねえ、食材が持ってる、せっかく持ってるそのお水、大事な炭水化物が入ってるのもね、みんな、捨てちゃうことになるんだよね。このもうこっちがほらちょっと黄色くなってるでしょ。これそうそう、どんどん食わんだめね。これ今と昼と食うかな。これもうまそうでしょ。これうまかったよ、昼食って朝作って。これ混ぜてやろうか、こっちにしようか。そうするとこれはまだ食わなくていいな、夜食おうこれ。あ、ビール飲みて、ちょっと我慢してるんですよね。あさってちょっといっぱい飲むんで。いいかな。うん。あとは夜サンマ作るぐらいからね。昼はこうやって一品だけボンって作って終わることが多いですよね。だから、そういう時はあんまり、撮影しないことが多いですけど。金魚さえ、ほら、ちょっともうこれ色が悪いわね。もう水が飛んでる証拠ですよね。でもやっぱり野菜っていうのはありがたいね。畑の水ですよ。畑の水筒って僕は呼んでますけどね。畑から、畑って言ってもその土の中には様々な細菌やウイルスがいて、それが様々な代謝物を作ってて、それをまた野菜が受け取って、その水がここに来てるわけだから、それが僕の体の中に行って体を作ってると。まさに生命に満ち満ち溢れとる、満ち満ちうんこたれあ、ちょっとレーティング上がりましたね。みっちゃん満ち満ちって言ってね。で、こっち側は組織がしっかりしてるから、この間までなんかこう似てましたけどね、湯がいてたけど、ちょっと今日はやめましょう。あれちょっと難しいわ、すっごく湯がき方が分かんない俺にはまだ。今度東京出張行ったら教えてもらってこよう。これは中に入れて炒めますから、野菜が炒まったところでこのソースの味みんな入ります。ちょっとこれね、しょっぱみ強すぎたんですよ。しょっぱみと油がこれダメって言っちゃう。ダメじゃないんだよね。ダメじゃないよ、食べ物さんに申し訳ないでしょね。で、別に中華鍋でなくてもいいんですけど、野菜をいっぱいこう返してやるときはこのぐらいですよね。一瞬で終わりますね、今日はね、仕事はね。ちょっともやしも入れてやろうかな、せっかくもやしがあるからね。このもやしを一口入れてやろう。もやしはね、塩分ですよね、塩分取って塩分だよね。もう1個ぐらいなんかあるかなぁ。ねえな、めんどくさくていいよ。人参刻んでいいな。これシンプルな味、これのシンプルな味にしましょう。このシンプルな味ね。で、このチンゲン菜の外側が叩かれて、叩いて、わーって入っていきますからね。ほら。ほら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 。ほら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 って言って、茨城の中心で。はい、行きますよ。ほらほら。真ん中は蒸されてますよね。
油でくるっと周りを回して、そうすると熱がすごい高い温度で入ってきますからね。これがやっぱり一番大きいね。そらばっかか。でもやしの香りがする間はまだね、あー、いい香りになってきました。で、最後にこれが入るんですね。しょっぱみがね、ちょうどいいぐらいじゃないかな。これだいたい半分食って、魚食ってね、ちょうどよく入ってるもんね、味がね。パセリが入ってるし、生姜が入ってるから、すごく生姜の、開いた香りがしますね。もうこれでいいですね。新野菜の組織の中にこのうまい味が入ってきてね、ちょっとだけ片栗が入るんですけどね、そうするとこの水に片栗が入ってきて、汁がね、野菜とスープが上がってくるから、今日すごく肉のお味が強くついてるからね、これでちょうどうまいんじゃないかな。はい、ということで、皆さんもおいしいおいしいお昼ご飯をね、まゆちゃん食べようじゃございませんか。じゃあね、バイバイ。